会場によってその使っていいものとか、うん、条件があるので、はい、そこをちょっと改めて確認をしてもらって、うん、入場管理をしたりですとか実際に集まる人数を減らしたりですとか、まあ、そういった対応が増えたなとは思ってます。株式会社セレスポ西東京支店営業課の末永優子です。本日はよろしくお願いします。私たちの会社のセレスポはイベントの企画から当日の運営まで終始一貫したサポートをお手伝いしているイベント会社になります。私は営業として西東京支店に所属しており、日々お客さんと打ち合わせをしたり当日のイベントの準備をしたりという業務を行っています。1日のスケジュールとしましては、まずだいたい朝9時頃に出社をして、メールチェックですとかとその日の動き方を決めるためにやることを全部紙に書き出したりしています。そして、まあ、日にもよるんですが、午前中いっぱい営業に出たり午後1日営業に出たりっていう形で半日ほど営業に出ることが多いです。営業の中身としてはお客様と打ち合わせをしたり、もしくはご挨拶にお伺いしたりして、日々お客様とコンタクトを取るように心がけています。自分のそのノルマとしてっていうところで、やはりその個人に与えられた予算はクリアできるようにっていうところは努める必要はありますが、まあ、それ以上にもちろん新しくお客様との関係値を築けていけるようにっていうところが1年後2年後っていうところで大変切になってくるっていうところがありますので、数字にこだわりすぎず、お客様とこまめにコンタクトが取れるようにっていうことを心がけて営業しています。皆さん、ちょっとご相談してよろしいですか？はい、展示会の問い合わせが来まして、はい、ちょっと私展示会の手配をあまりしたことがなくて、はい、どういう手順でどこに声かけるべきですか？備品とかはある程度もう何が必要とかっていうのは、そうですね、要望はお伺いして、会場とかって決まってる？会場決まってます。そこ の会場によってその使っていいものとか、うん、条件があるので、はい、そこをちょっと改めて確認をしてもらって、お客様からお問い合わせをいただいたら、手配先から見積もりをいただいたり、レイアウトを作成したりをして、まずお客様に見積もり書を提出します。で、お客様にからその見積もり内容で OK が出たら、今度はその見積もり内容に沿って手配先に逆に正式に発注依頼をかけます。で、当日の準備をのためにその施工の人間ですとかと打ち合わせを重ねた上で当日の設営に臨みます。これから今度案件をお願いしている設営の部署の方と当日の段取りなんかについて先ほどメールをいただいたので、その件について電話をさせていただきたいと思ってます。はい、もしもし。あ、末永です。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、メールありがとうございました。はい、ちょっとメールの件でお伺いしてもよろしいですか？はい、どうぞ。まず日程なんですけど、はい、設備が14日の8時からで大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。で、昼頃お客さんいらっしゃるので、それぐらいまでになんか形にしておいてもらえればっていう感じです。はい、わかりました。ごめんなさい、電気なんですけど、分電盤をそのコマの背面の真ん中に出しておいてもらえれば大丈夫ってことですよね？はい、分電盤が後から移動がなかなかできないので、うん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 、隠れる部分に出していただければなと思います。これからいつもお仕事をいただいているお役所のお客様のところに行って、ちょっとご挨拶と回ってこようと思ってます。これから役所に行って、来年実施予定の式典について今仕様等の話を担当者さんとさせていただいているので、その内容についてちょっと直接お伺いして話が聞ければなって思ってます。
ベントの仕事だとその一番お客さんともその実際にイベントに来るその一般の来場者の人とも一番その接する機会というか顔を見る機会が多いのは営業だと思うので、そういう意味では一番やりがいは感じやすい場所にいるのかなとは思います。逆にしんどい点は、まあ、もちろんその忙しい時期っていう時は次から次へといろんな案件が同時進行で動いたりしてるので、まあ、時間も体力もそうですし、お客様と、まあ、そのちょっとうまく話ができなくなってしまったりとか案件が受注できなかったりっていうところでやっぱりそのもっと頑張らなきゃなっていうところで落ち込んだりとか。いろいろ就活をした結果の何かそういう一つのイベントを作り上げるっていうところは好きだなっていうところにたどり着いて、まあ、スポーツを見たりするのも好きだったりとか、いろいろその会社の仕事と自分のお好みがあったので入社しようかなって思いました。先ほど訪問したお客様のところでコロナに対する感染症対策についてっていうところでお話をお伺いしたので、まあ、それに関するちょっと資料を今まとめています。やっぱりちょっと実際に人が集まってっていうイベントはコロナの影響で難しくなってしまったので、オンラインのそのデジタル的なものも取り入れた形でその入場管理をしたりですとか、実際に集まる人数を減らしたりですとか、そういった対応が増えたなとは思ってます。なので、まあ、今までそのデジタルじゃなかったイベントもちょっとずつ変わっていくっていう意味では、そのコロナをきっかけにしてイベントのあり方も変わってるのかなとは思いますし、逆に全然人が集まれなくなってしまったので、何かその集まるきっかけでイベントがコロナ収まってからやりたいって言っているてくださっているお客様は多いので、これからやっぱりそのイベントの大まあ楽しみというかというところを結構今注目はしていただきやすい環境にあるのかなとは思うので、一緒に盛り上がるイベントが作れたらなと思いながら提供しています。本当に身近なところで行われているイベントが実は私たちが手掛けたイベントだったりします。実際に現場でお客さん来場されているお客様が楽しんでいる様子を見るとすごくやりがいを感じられる仕事だと思っています。自分のやりたいことを一から提案して形にするっていうこともできますので、こんなイベントやってたら楽しそうだなっていうところが形になったらすごくやりがいを持って仕事に臨めるんじゃないかなって思っています。ぜひちょっとお話だけでも聞きに来てください。いろんな業界の人と関われる会社です。